はい、こんにちは、ビッグボーイです。2、3ヶ月ぶりの FPS です。バイクを変えたので、前の2、3倍ぐらいの価格がしたマイクに変えたので、だいぶ音質とか上がってんじゃないかなみたいな。で、今回スモールコンクエストでやっていきます。まあ、だからつまり ABC しかないやつかな。全然最近やってなかったので、ちょっと 100% なまってると思うので、頑張っていきたいと思います。スモールコンクエストってあんまりやったことないんだけど、とりあえずどうしたらいいんだろう。とりあえずこの辺に対空してあげてればいいかな。おお、で、武器はスカイエイチで来てます。おお、味方や、すごい。ちょっと僕この辺にいようかな。偵察ヘリはないのかな。どうしようかな。西の方角に敵車両を確認した。この目標の防衛に向かえ。おお、やばい、撃たれる。避難。おお、やっちまった。いや、ちょっと輸送ヘリタイムはこんなところで、ちょっと歩兵戦をやっていこう。今回はこのマイクを新しくしたってのもあるので、ちょっとそのマイクの、ちょっとテストの方も兼ねてやっています。でもそろそろハードラインも発売するので、ちょっとそれにも備えていきたいかな、みたいな。ハードラインは、ちょっと諸事情で、パソコン版のベータテストをちょっとプレイして、とんでもない、うんこ回線の動画を上げたと思うんですが、まあ製品版は4版を買って遊ぶ予定なので、なんか装甲車とかたくさんいるな、遊ぶ予定なので、まあはい、何卒よろしくお願いします。まあ、ハードラインのねベータをやってみた感想としてはね、ホットワイヤーモードが面白いっていうのと、あとあれだね、ショットガンが強すぎるぜってくらいかな。ちょっとあれ本当にショットガンが強かったと思うな。敵がいないな。アルファ方面に行こうかな。ホットワイヤーモードってのがあれ本当、拠点が車で動くっていう形は画期的だなとか、ああ思ったので、ちょっとあれは製品版でも楽しみだなって感じですね。まあ武器はまあまた多分たくさんあるんだろうけど、どうしても偏りはできるので、お気に入りの武器を見つけてやっていきたいと思います。どこ行った。そっちか。お仕事お疲れ様です。よし。ウィーバーっていうナイフでね。あ、おー、危ない。ナイフで来ております。アルファドロー。コンクエストスモールってこんなに静かだね。普段はコンクエスト64人がデフォで、処理落ちもなかなかするので。あれ待って、敵歩兵がなんか来てるな。取らせはせんぞ。よし。で、輸送ヘリがいるな。ちょっとアルファを防衛していこうかな。
でも今敵兵がいなさそうだな。移動しよう。全拠点取りのブラボー点滅。アルファは大丈夫っぽいね。行こうか。で、BA4 もね、DLC も、全部、一応全部出て、もしかしたらこれから第6弾、ジェイソン金曜日とか、いろいろクエスチョンがついてる DLC が配信されるかもっていう、まあ、あれがあるんですけど、いかんせん、まあ、これ、マルチタイトルゲームなので、DLC のマップが非常にかそっててしまってて、なかなかここで今、ここのマップでこのモードで遊びたいってなっても、マッチングするどころか、まずアジアサーバーがないので、ちょっと困ったなーって感じで。だからまあ、PS プラスで配信してあげたらいいんじゃないかなとか思ったりしてる今日この頃。で、ブラボー取ろうかな。セカンド、セカンドアサルトだっけ？セカンドアサルトのBF3 のマップ結構好きなので、もっと人がいたらだなって思うんだけど、そこで遊ぼうとしたら案の定、アジアサーバーがないと。あ、もう困ったなーって。初め DLC 配信されたての時は回線がまだ全然、サーバーの側の回線が安定していなくて、もうガクガクだったので、どんなに光回線だとかを引っ張ってても。で、もうちょっと、回線が今、もうだいぶ良くなってるので、今こそやりたいってところなんだけど、人がいない。悲しい。あれ、敵がいない。で、チャーリー方面、遠いから行きたくないな。ブラボー点滅。あ、落ちちゃった。ラボ点滅消える。チャーリー湧きしてるのかな。やっぱチャーリーに行こうかな。なんか装甲車とかいそうだな。ここを上登っていこうかな。登れない。ブラボーが点滅してる。どこにいるんだろう。味方が全員倒しちゃったわ。よっ、敵兵がそこにいた。よし、スカ強いな。味方もやったかな、こっちの敵を。チャリ行けそうだな。チャリ行こう。あー、どうだろう、いるな。敵の戦車かな。どうだろう。ああ、いるな、超いるな。あれ、もう気づいてないけど、運転席、運転席というか、よし、いけた。収容してくれ。あ、収容はしなくていいです。味方ナイス。あ、今、除細動機持ってきてないから、生き返らせてあげることができない。あ、あれ、敵がいる。おぉ、待って、回復したい。あ、水が、やばい、水が。早く回復。よし。増水してきたな。何撃たれてんだろう。
ああ、いるのか。よいしょってよ。ああ、あれ？ああ、待って、いるけどな。いるんだけどな。どうしよう。こっちからぐるーっと。あ、味方。よし。ああ、まずい。ああ、装甲車生きてたか。公平に切り替えてみようかな。公平の G36C の、スティンガーじゃなくて、スロー。で、ここで、降りて。で、スローを用意して、ドン！あ、痛い。こっち撃ってた。で、分隊が湧いたから、今のところでもう一回湧いてスローで行こう。あれ、分隊が全員死んでた。もう一回降りる。あー、こっち、超見てるな。あ、ヘリが落ちた。よし。あ、あー、橋の上にも敵がいる。チャリをうまいこと敵が防衛してるんだな。オラ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 、そっから出てこい。え、あ、おお、これでも食らえ。あ、橋の上の敵か。いや、弾倉をプレゼント4U してやる。ああ、味方の装甲車が。よし。あれ、 G36C 強いじゃないこれ。モダン3での僕のフェイバリットですよ。危ないな。スローで牽制できないかな。もうやられたか。オッケー、向こう行こう。よいしょ。誰か乗るかい。誰か乗るかい。乗らないかい。よし。あ、乗るかい。モーターボート相変わらず運転が難しい。あ、そしてもう終わっちゃう。よいしょ。はい、というわけで、なんか、すんげえ地味だったと思うけど、新マイクのちょっとテストも兼ねて、コンクエストスモール、スモールコンクエスト、32人マップで、やりました。この動画以降は全部もうこのマイクで、撮っていきたいと思うので、まあ、何卒よろしくお願いします。ハードラインが出たら、ハードラインもやりたいと思います。じゃあ今回ここまでで、ご視聴ありがとうございました。